皆さんこんにちは。ありがとうございます。ただいま初めにお送りしたのは石黒摩知子作詞、林学作曲、贈り物でした。この歌は障害者の働く施設を作る運動の中から生まれ、今は小学校の音楽の附属本のにも掲載されています。私たちが40年間大切に歌い続けてきた歌です。今日は手話をつけて歌いました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。ここで、指揮者ピアニストのご紹介をいたします。指揮は武藤よし子、ピアノは浅井美音子です。どうぞよろしくお願いいたします。次は2曲続けてお送りいたします。1曲目はモーツァルトの魔笛より、なんと素晴らしい音だろう、通称魔法の鈴をお送りします。なんと人参がモーツァルトに挑戦をいたしますこんな魔法の鈴があったらどんなに素晴らしいでしょう。2曲目は昨年このコロナ禍の中で練習ができず、それならばと人参で集団創作に取り組み歌を作りました。一人の団員の奥様が認知症を患い、その介護の中で奥様に込めた思いを歌にして詩にして曲にしました。ずっとありがとうです。2曲続けてお聴きください。Thank you.
ありがとうございました、早いものでもう最後の曲になってしまいました、最後の曲は合唱構成我が町の歌。この歌は30数年前にこの島田学区で小学校で演奏したんですが、その中から町を書くならです。このコロナ禍の中で皆さん大変な思いをして生活されているか、されているかと思います。私たちもまだ安心して大きな声で思いっきりマスクを外して、今日はマスク外してますが、歌える状況ではなく我慢の毎日を過ごしています。こんな中でも諦めずに笑顔を忘れず心触れ合い命が匂う街を願って歌います。共に頑張って生きていきましょう。それでは石黒町子作詞、林学作曲、街を書くならお聴きください。Thank you.
ー